クジラの声ボックスベリーには、ジョージ・クラム作曲のフルート、チェロ、ピアノとクロタルのための室内楽作品。1971年作曲。この作品は、ザトークジラの歌に基づいている。演奏に関して、作曲者は、3人の演奏者はそれぞれ演奏の間ずっと顔を半分だけ覆う黒いマスクをつけるべきである。このマスクは、 人間の要素を見えなくすることで自然の非人間的で強力な力を象徴するだろう。必要とあれば、クジラの声は暗い青色のステージライトの下で演奏することも可能である。そうすれば劇場的な効果はさらに増すだろう。と指示している。フルート、チェロ、ピアノ、黒タルフルート、チェロ、ピアノは電気的な増幅処理を施される。チェロは スコルダ・トゥーラ・スコーデ・トゥーラに変える。ピアノは内部奏法やハーモニクスを用いるなどの特殊効果が加えられている。また、フルートは演奏と同時に演奏者が歌うよう指示されている箇所がある。全体は三部に分かれている。ボカリーズ・ボカリーズ主にフルート独奏によるイントロダクション。歌いながら同時に演奏をする部分が多い。曲の前半では、 フルートの低音域が使用され、息を強く吹き込んで尺八のような効果を出している。終わり近くになって、ピアノの鋭い増4度上昇音景が2度、演奏される。ピアノが入るまでのフルートの旋律はエキゾチックな音階を使っている。海の時代の変奏曲バリエーションゾーン C、タイムテーマとそれに続く5つの変奏。テーマと各変奏にはタイトルが付けられている。 海のノクターン C ノクターン第2部の海のテーマが再現された後自由に展開されていく。最後に簡潔に第3部の最初の部分が再現されて静かに終わる。約20分ニューヨークの CF ピーターズより出版されている。オーケストラがやってきた司会が石井牧の時代に番組で紹介されたことがある。作曲者の指示通り演奏はマスクをつけて行われた。 ザ・ライナー・ノッツ・イン・ザ・ CD、NW NW357 からニクラムが最初にザ・トークジラの歌をテープで聴いたのは1969年のことである。AB ザ・ライナー・ノッツ・インザ・ザ・ CD、NW NW357 からニここでは下からビーフィス・ディス・ディス・ A に変えるよう指示されている。ありがとうございます。